本日はリップルについて、チャート分析。1月30日、リップルを中心に今後仮想通貨全体の動きが左右されるかもしれない出来事があるので、必ずこの動画をご視聴して今後について対策していきましょう。では本編に入る前に一つ、大切なお話があります。仮想通貨で結果を出すには、情報の鮮度が命です。今後はこのような熱い案件をお届けする際に、動画ですとどうしてもラグが発生してしまいますので、最新の情報をいち早く受け取りたい方は、動画概要欄のドクターアインシュタイン公式 LINE に必ずご登録ください。また公式 LINE では仮想通貨の抽選企画や、NFT のミント券の抽選企画など、ドクターアインシュタインだからできる特別な企画を様々配信していきます。完全無料参加するだけで価値がありますので、必ず LINE 登録をお願いします。この瞬間が一気にあなたの収益を築き上げるターニングポイントとなってきます。それでは本編に移っていきましょう。本日はこのような流れで解説していきます。リップルの2017年からの値動き、チャート分析と価格予想、 SEC との裁判の進展、リップルの2017年からの値動き。本日は新年の最初のリップルの動画ということで、リップルの誕生から簡単に見ていきましょう。現在の相場の新たな視点となるかもしれないので見飛ばさないでくださいね。2017年リップルは上場し、4月から徐々にリップルの価格が上昇し始めました。この時暗号資産の財産的価値は法律によって認められ、さらには仮想通貨全体の市場規模が成長しつつあったことが上昇の要因とされています。また三菱東京 UFJ が2018年の初めにリップルの持つ技術を活用し、アメリカの大手銀行と組んで次世代の国際送金サービスを発表したことも価格上昇の要因とされています。ここまでがリップルが徐々に価格を伸ばしていた時代ですね。その後は価格が落ち着き始め、コインチェック社のネム流出事件が起きました。これによりコインチェックに預けられていたリップルを含む全ての暗号資産は入金や売買ができなくなり、市場全体的に大きく下落することになりました。2021年に入ると仮想通貨市場は回復の兆しを見せ、リップルも同様に値上がり相場となりました。2021年4月には1リップルが200円を超え最高値を記録しました。その後は仮想通貨全体の下落とともに、リップルも現在の価格まで下落しました。以上がリップルの今までの動きになります。ここからはこれらの動きを踏まえ、今後の値動きを一緒に考えていきましょう。チャート分析と価格予想、今回はあくまで上目線ですが、下目線の見解も一緒に述べていますので参考ください。こちらはリップルの週足ですが、2020年からの三角持ち合いを形成しています。リップルはこの赤い三角形の中で価格が推移していることがわかりますね。ここで三角持ち合いとはどのようなシグナルであるのか簡単に説明します。三角持ち合いとは名前の通り、価格が三角形の中を推移するチャート形状のことを指します。三角形の形は様々で、こちらのように下側のラインが右肩上がりになり、安値が切り上がっている状態、これは買い圧力が高まっている三角持ち合いです。一方上側のラインが右肩下がりになり、高値が切り下がっている状態、これは売り圧力が高まっている三角持ち合いです。三角持ち合いはトレードにおいてチャンスのシグナルであり、基本的には抜けた後、抜けた方向にエントリーして利益を狙っていきます。また先ほどお見せしたチャートに戻りますが、こちらは週足の三角持ち合いです。現在こちらのチャートを見ますと、三角持ち合いの先で価格が推移しており、間もなくどちらかに抜ける状態であることがわかります。間もなくと言いましたが、実際には週足なので抜けるのは今年の1月から3月くらいの間だと思います。先ほどの三角持ち合いの説明で言うと、今は高値を切り下げている三角持ち合いですので、ここだけを見ると下に抜ける可能性が高くなっています。しかし僕とドクターの見解では上に抜けると思っています。 1. リップルは実際に実需があるため、過去に一方的に売られるようなチャート形状をつけているわけではなく、その際のファンダメンタルズに基づいて価格が上下している。動画の冒頭でも紹介したように、2017年から様々なファンダメンタルズで価格が推移しています。リップルは他の通貨と比較してもかなりの企業などで導入が採用検討されており、実際に通貨としての需要が高いと判断できます。今後導入企業や Web3 の進展とともに、リップルはより需要が高まっていくでしょう。 2. SEC との裁判が有利に進んでおり、1月30日にさらに進展がありそう。 SEC との裁判は最終局面に到達しており、リップルは勝訴するか否かは今後の仮想通貨市場において非常に重要です。こちらの SEC との進展は後半でまとめていますので、そちらを参考ください。 3.
多くの機関が上昇の見解を示している。リップルニュースやその他のファンドを含め、リップルは2023年には100円台突入。ファンドなどによっては1000円以上の価格予想をしているところもありますね。市場全体からの期待値が高いことから、買い場が来れば多くの投資家の需要により価格が上がっていくと予想できます。 4. 下値の抵抗体はかなり硬い。こちらの 0.3 ドルのラインは過去にもかなり意識されていることが分かり、現在もなおかなりの確率で反発しています。このラインが守られればリップルは反転上昇していく可能性が十分にあります。逆に言えば、こちらのラインを割ってしまえばもう一段下げてくると思います。以上より下落の目線がゼロではありませんが、総合的にはここから上昇していくのではないかと僕たちは考えています。この予想を立て戦略的に立ち回ることも重要ですが、どちらに抜けても対応できるようにしておきましょう。欲張りなトレードをするのであれば抜ける前にエントリーもありですが、堅実なトレードをする場合はこの三角持ち合いの抜けを確認してから抜けた方向にエントリーしましょう。ちなみに僕は欲張りなので、先日の下落でロングで100万円ほど利益が出ました。また先日のお年玉企画で当選者が数名、名乗り出てこず、少しだけ太っ腹な状態なので、 LINE でこちらのキーワードを送ってくださった方に抽選で2名様に1万円分のリップルを差し上げます。 SEC との裁判、前々から気になっているリップルと SEC の裁判ですが、少しだけ進展があったのでお伝えします。今後の仮想通貨市場に大きく影響すると言われている日、それは1月30日のことで、現在 SEC はライブラリー社とも裁判を行っている状態です。この弁論が1月30日から行われるのですが、この結果がリップルと SEC の裁判の結果に大きく左右されると言われています。この弁論で今まで通り SEC は曖昧な回答が続くのか、そして仮想通貨が証券と認められない状況が継続するのか注目です。仮想通貨市場全体が盛り上がっていくためには、まずはこの SEC に勝訴する必要があるので、ぜひ頑張ってほしいですね。本日の動画は以上です。動画内のプレゼント企画見逃してないよな。リップルのチャート分析がメインになりましたが、いかがだったでしょうか。今年からは僕のトレード配信も待機しています。そして LINE ではさらに詳しいチャート分析やプレゼント企画なども配信中。それではまた次の動画でお会いしましょう。